はい、皆さん、こんにちは。タクシーチャンネル、ゲンタです。本日はこちら、事故違反ですね。そういったものを起こしてしまった方たちの末路っていうお話をしていきたいなと思います。私はですね、この業界で5年半くらい勤務していますので、こういった方たちがですね、どういった末路をたどるのかっていうことも結構間近でですね、見てきました。そういった経験を基づいた話とですね、これから今始めている方がですね、事故や違反しないためにですね、どういった会社選びすればいいかとか、どういったことを心がければいいかっていうところをお話ししていきます。よかったらぜひ最後までご覧ください。先にお知らせですね。前回の動画で出した座談会ですね。お締め切りになりました。ありがとうございます。大体3、4時間くらいでですね、いっぱいになりました。ぜひですね、お会いしてお話ししましょうというところですね。現役さんはですね、これから今の状況とかですね、タクシーのことっていうのを、現在と情報交換ってこともできますし、私はですね、この動画を見ている現役さんがですね、どういったことを求めてるのかなってこともですね、聞けるので、すごく嬉しいなと思ってます。楽しみにしています。それでは本編入っていきましょう。事故違反者の末路ですね、結論から申し上げたいと思います。事故違反をですね、たくさんやってしまうとどうなるかというと、仕事できなくなります。で、これはですね、労働の契約書ですね、入社するときに書く労働条件の契約書にも、特約とかですね、小さく書いてるかと思います。免停になったらですね、契約解除が可能とかですね、そういったそこまで露骨ではないんですけど、うち、私の会社ではですね、免停とかですね、大きな事故を犯した場合、大きな事故をしてしまった場合、解除するかもしれないよみたいな感じの文章って書いてた気がするんです。私そこ見て、あ、だよね、みたいな感じで、普通に思ってました。これは何もタクシー会社だけではなくですね、トラックとかバスとかね、様々な、運送系の仕事ありますけど、そういったのも多分全て同じかなと思います。でですね、実際に事故とかですね、違反で、例えば免停とかになってしまった方がですね、どうなっているかというと、まずはですね、免停期間が短い場合は、洗車部で食いつなぐっていうのがあるんですよ。洗車部っていうのは、タクシードライバーが帰ってきてからですね、その車を、1000円とか1500円とかで洗うっていうお仕事が各社あるとは思うんですけど、営業所に。それで食い詰めてる方結構多かったですね。あとはですね、当直さんですね。内勤の、深夜の電話番とか、日報を預かってハンコを押す係とかっていうのを、例えば1年とか半年やってる方もいました。それとですね、やっぱり退職っていう方もですね、結構多くいらっしゃってですね、ただ退職しても車の運転ができないっていう感じなので、結構仕事が限られてしまうんですよね。なので、ヤマトの自転車の配達とかっていうのをやってる方もいましたし、他にですね、車の免許っていうのを回復させるために、そうじゃない仕事をやってる方が多かったなと思います。で、これからですね、入る方が、こういった事故とか違反を防ぐためにどうすればいいかっていうとですね、まずは私一番大事な会社選びなのかなと思うんですよ。私が言う会社選びの教育とかっていう面は結構この辺があって、やっぱ未経験者って最初違反とか事故をするんですよね。これちょっと、LINE の方にですね、ちゃんと許可取って、貼るものなんですけど、このコメントを見てほしいなと思ってます。今貼ってます。で、このコメントからわかることっていうのは、この会社はですね、違反とか事故してもですね、報告書を1枚書いて、それで終わりみたいな会社なんですよ。そうだと、やっぱ未経験者から1回事故して違反してっていう時に、その事故違反がなくならないかなと思っていて、事故違反した時が変わるチャンスっていうか、一番指導されてですね、身に染みる、反省できるチャンスなんですよ。そういった時にですね、素人ドライバーからプロドライバーに視点っていうのをグッて上げてですね、安全とか、違反に対する意識っていうものを上げないといつになってもですね、これって治らないのかなって私は思っていて、このまま続くとですね、やっぱり免停とかになってしまうなと思います。なので会社がですね、事故や違反に対してきちんとフィードバック、叱ってくれるかっていうところも見て会社選びとかはしてるつもりなので、ぜひですね、未経験者の方っていうのはそこをきっと見てほしいなと思います。結局ね、稼げない会社よりは稼げる会社に入った方がいいって私言ってますけど、これでですね、免停とかになって仕事ができなくなったらもう0円ですからね。例えば300万、400万とかっていうタクシーの年収があるじゃないですか、平均年収が。それが例えば600万とか700万目指す会社、私ね、とかって言ったりするけど、それ自体も0になるっていうか、年収0っていう感じになるので、事故違反っていうのは本当に気をつけてほしいなと私は思っています。今日はですね、こんな感じなんですけど、最後にですね、私が5年半ぐらい、この業界でですね、ずっと見てきた中で、新人さんが10人いるとするじゃないですか。未経験の新人さんが。で、入ってきて、3人っていうのは、本当何も言わなくてもですね、事故違反ってしない人がいるんですよ。
で、もう3人ですね、ここ。もう3人は、もうすでにですね、トラックとか軽貨物で運転を職業にしている人なんですよ。まあ、それも大丈夫と。で、この残りの4人のうちですね、1人っていうのはですね、どう指導してもですね、例えば違反事故した時に指導してもちょっと変わらないなっていう方もいらっしゃると思っていて、まあ、その人は1人と。で、残りのこの3人ですね、これがですね、しっかり違反とか事故を起こした時に指導すると変わるし、指導しないとそのままですね、こう退場とか積み重なっていってしまう人たちだと思ってて、私がですね、実際入った時にはこの3人に私が入ってたんですよ。私3ヶ月、最初の3ヶ月で事故も違反もあったので。で、その時に、1社目の会社のですね、専務とか、事故対応の方にですね、しっかりこっぴどく怒られてですね、これじゃあなた食べていけないよっていうふうに言われた時から、プロ意識っていうかガツンとこう、何かが変わったっていう感じだったんですよ。なので、こういったですね、指導してくれる会社ですね、は非常に大切なのかなと思ってたりします。未経験者の会社選びにはですね、こういった視点非常に大切になってくると思うので、まあ一応ですね、セミナー、私経由でデビューした人が集まるセミナーの場でも私かなり強くここに関しては言ってるんですが、そうじゃなくてですね、やっぱり違反した時、事故した時に一番反省できる時にですね、しっかりそこに指導できるっていう会社がいいかなと私は思ってたりはします。はい、こんな感じでですね、本日は短いですが、以上となります。で、最後にですね、一つ、最近よく聞かれることで、全然本編とは関係ない話なんですが、転職のですね、入社希望日の何ヶ月前から転職活動したらいいのっていうのがあるんですけど、私3ヶ月ぐらい前から動いた方がいいなと思っています。まあ、最近混んでるってこともありますし、なんだかんだで準備するものとかですね、バタバタするとですね、3ヶ月後ぐらいになったりはします。なので、3ヶ月前から動くとちょうどいいよってことだけは覚えておいてください。引き続きですね、タクシーの情報を発信続けていきます。よかったらですね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。